大国が中国の分割を計画している風刺が、描かれているのは、左からビルヘルム2世、ウンベルト1世、ジョンブル、フランツ・ヨーゼフ1世、アンクル・サム、ニコライ2世、エミール・ルーベ。パック1899年8月23日号より、JS プサク大国が中国を分割している風刺が、左からィクトリア、ビルヘルム2世、ニコライ2世、マリアンヌ。 100年告知、または100年近たじけなは、19世紀後半から20世紀前半にかけて、清や中華民国に、欧米列強、ロシア、日本が介入し、服従させられた期間を表すために、中国で用いられる言葉である。この言葉は、1915年に、日本政府の大化21箇条要求や遠征外がそれを、 受け入れたことに対する反発により、中国民族主義が台頭する中で生まれたもので、その後、中国国民党と中国共産党がこれを広めた。100年告知の始まりは通常、アヘン戦争の前夜の19世紀半ば、アヘン中毒が蔓延し、真の政治が崩壊する時期まで遡るとされる。100年告知の間に起きた、列強から受けた告知には、以下のものが含まれる。 この時期、中国は大きな内部分裂に苦しみ、戦った戦争のほぼ全てで負け、その後の条約で大国に大きな情報を迫られることが多かった。多くの場合、中国は多額の賠償金を支払い、貿易のために港を解放させられ、領土を咀嚼、または活動することを余儀なくされた。また、軍事的敗北に続いて、外国の勢力圏に、 主権やその他の様々な情報をすることを余儀なくされた。百年国知はいつ終わったか、そもそも終わっているのかどうかについては、様々な解釈がある。小介石と毛沢東は第二次世界大戦の余波で百年国知の終焉を宣言した。小介石は日本の支配に対する戦時中の抵抗と戦勝国の中での中国の地位をアピールした。 毛沢東は1949年の中華人民共和国の建国時に100年国地の終焉を宣言した。違い方権は1943年にイギリスとアメリカによって放棄された。小海石は第二次世界大戦後、フランスに全ての疎開を中国の支配下に引き渡すことを要求した。朝鮮戦争での人民解放軍による国連軍の撃退。 1997年の香港返還、1999年のマカオ返還、そして2008年の北京オリンピックの開催でも同様に100年告知の終焉が宣言された。中国共産党の歴史学や現代、中国ナショナリズムにおける100年告知という用語の使用は中国領土の主権と完全性に焦点が当てられており、アメリカによる 在友ゴスラビア中華人民共和国大使館、爆撃事件、海南東事件、2008年北京オリンピックの聖火リレーでのチベット独立を求める抗議行動などの事件に言及する際に用いられてきた。一部のアナリストは中国の人権問題に対する外国からの批判や汚職問題に対する国内の注目をそらし、中国の領土主張や一般的な経済的、 政治的対等を強化するために使われていると指摘している。ジェーニー・エリオットは中国が近代化を拒んだ、あるいは西洋諸国の軍隊に勝てなかったという主張は単純化されていると批判し、中国は何度かの敗北を経て1800年代後半に大規模な軍事近代化に乗り出し、西洋諸国から武器を購入し、義和団の乱の際には官洋交渉などで、 自前の武器を製造していたことを指摘した。また、エリオットは、疎開の外に住んでいる多くの中国人農民は屈辱を感じることなく、途切れることなく日常生活を続けていたとして、西洋諸国に対する敗北が中国社会のトラウマになっていたという主張に疑問を呈している。歴史家たちは19世紀の新朝の列強に対する脆弱性と弱さは、 陸上では欧米諸国に対して軍事的な成功を収めたものの、主に海上での水軍の弱さによるとしている。歴史家のエドワード・ウィルドレイアーは次のように述べている。中国の19世紀の屈辱は、海上での弱さと失敗と強く関連していた。アヘン戦争が始まった当時、中国には統一された海軍がなく、海上からの攻撃に対してどれだけ脆弱で、 あるかという感覚がなかった。イギリス海軍は、ホブネと蒸気船で自在に出撃できた。アロー戦争では、1860年の英仏、水軍遠征隊が北京に近いところに上陸するのを中国は防ぐことができなかった。その間、近代的ではないが、新しい中国軍は、19世紀半ばの反乱を鎮圧し、ロシアと入り条約を結んで、 中央アジアの紛争地帯の平和的解決を図り、清仏戦争ではフランス軍を撃破した。しかし、海上で敗北し、その結果、台湾への蒸気船輸送が脅かされることになり、中国は不利な条件で和平を締結せざるを得なくなった。ありがとうございます。